こんにちは。2018年4月9日です。アルテピアッツァビバイにやってまいりました。去年からアルテピアッツァビバイの式ということで、毎月撮らさせていただいてるんですが、ここ3ヶ月ほど、少し雪が積もってまして、車が入れません。駐車場には車が入れるんですが、車中泊しようと思いまして、そのアルテピアッツァの前にあります、実家のスペースに停めようと思ったんですが、雪の山になってまして、停めれませんでして、しばらく来ておりませんでした。今日は来てみましたら、ちょうど車が入るスペースがあったんで、そこで車中泊をいたしまして、そして朝5時ごろ、日の出のアルテピアッツァを撮ろうと思って、やってまいりました。まだ雪が残っております。道路は出てるんですけども、アルテピアッツァの中の、除雪をしているところは全て出てるんですけども、それ以外のところはまだ50センチほど残ってるところもあります。この時期、あまり綺麗ではないんですが、毎月これから、撮っていこうということで、5月、6月、7月、8月、9月とずっと、撮っていこうかなというふうに、思ってます。雪が溶けますとすぐ、吹きの塔が出てまいりまして、それから下に眠ってます草がだんだん元気になって、生い茂ってまいります。管理人さんの方も多分冬の間は休んでるんですけども、これからもう5月に入りますと草が一気に生えてまいりますので、毎日ずっと草刈りということのようです。管理人さんも一人なんですよ。でこの広大な面積を一人でやるということは、もう毎日草を刈ってないと、片っ端からどんどん生えてくるんで、すごく大変じゃないかなと思います。大きな工事があった時には業者さんを頼んで、やってもらうみたいなんですが、通常は一人ということで、かなり大変じゃないかなというふうに思いました。今日行って分かったんですが、セコイアの木が、切られておりました。以前はセコイア生い茂ってたんですが、そのうちだんだん枯れてきたということで、すべて枝を落とした状態。これが去年から YouTube にアップさせていただいている動画ではそれが映っていると思うんですが、今回行きましたら、危険だということだと思うんですけども、伐採されておりました。非常に残念です。セコイアは石炭の木で、かなり成長が早いんですよ。ものすごく成長が早くて、ちょっと脆いんですよね。なんで風が吹いたりすると非常に危険だということで、多分切ったんじゃないかなと思います。それから彫刻、安田寛さんの彫刻なんですが、今年から冬の間カバーがかかってるようです。彫刻に合わせまして、カバーをかけて、雪から保護しているようです。池の方もシートをかけて、メッシュのシートをかけて、それに重りの石を乗せて、それで保護しているようです。雪が溶けて、これからだんだん、観光客といってもあまり来ないんですけども、ここが富良野とつながるんですよ、この道が。まだ工事してまして、あと3年かかるんですが、富良野とつながったら、かなりの観光客が来るんじゃないかなというふうに思います。ここがちょうど、近道になりますんで、札幌千歳から来て、ここを通って、そして山の中をずっと通っていくんですけども、その観光ルートを通って富良野に抜けると、そのちょうどこのアルテピアッツァのところがちょうどその休憩地点に当たると、ちょうどここで一休みしていけばいいんじゃないかという、ロケーションになるみたいです。私の方もこれから徐々に動き出します。4月の末頃、松前の方で、桜が上陸しますので、それから桜を撮ろうかなと思います。函館方面、そして日高方面、それが終わりましたら、今度芝桜ということです。それが終わりましたら、また去年と同じように、キャンプ場をぐるぐる回ってみようかなというふうに、思ってます。
キャンプ場も去年は有名なキャンプ場といいますか、ちょっと大きめのキャンプ場だったんですが、後からちょっと調べてみましたら、本当のローカル的なキャンプ場がもうすごくたくさんあることが分かりまして、そこを、まあ、温泉でも入りながら回っていこうかなと思いますので、またよろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。